はい、お疲れ様です。さっきね、動画撮ったんだけど、メダカのね、水替えして、で、その後包丁をね、研いで、今に、あとあれか、用土ね、あのガーデニングの用土片付けたりして、あと植え替えもして今に至ります。で、今日はね、前に町岡のね、レジ横で売ってたカップ麺なんだけど、まるちゃんの松茸香るハモ出しそばってやつね、これをいただきたいと思います。賞味期限がね、5月の末で来てたんだよね。最近ちょっとカップ麺食べてなかったから、うっかり切らしてしまいました。で、文句が金星、松茸の香りとハモの旨味を効かせたコクのある和風ラーメン、松茸フレーバー塩で、特製スープ、蓋からお取りください、後入れってなってます。3分経ったと思うんでね、開けていきます。よいしょ。なんか肉団子が和風だね。で、飲み物は綾鷹のね、茶葉の甘みっていうのをいただきます。まあね、さっき言った通りね、隣がまた今日もやってるけど、先週に比べたら断然音が小さいのと、おばさんの言葉遣いもなんか、ちょっとマシになってるかもしんない。今だけかもしんないけどね。はい、ということで、ちょっと猫舌なんでね、隣の方に移して食べるけど、ちょっとな、香り嗅いでみようか。なんかね、独特な松茸の匂いしますね。あのキノコのね、あれがするね。うん。で、これをよいしょ。で、ほ。で、それからスープもね。じゃあね、いただきます。松茸の香りするね。ハモはちょっとわかんないけど、白だしっぽいのに松茸の香りがね、香りますね。個人的にはね、すごい好きだね。まあ、もうちょっと塩分薄くってもいいけど、上品な感じで、はぁ、結構量も入ってる方だと思います。で、このね、残ったつゆも、普通だったらね、捨てちゃうんですけど、もうこれだったら、お茶漬けみたいにして食べてもいいかなと思いますね。はい。ということで、ちょっとね、駆け足だったんですけど、疲れてるのでね、ご飯食べてちょっと休みを、一休憩しようと思います。もういいかなと。